はい、おめでさん、ヘジマラソンのカルです。その兄貴でございます。おい、ネズだ。お前、子供だけだって本当かよ。嘘じゃろ。嘘じゃったら嘘と正直に言えや。まあね、酔った勢いで偶然知り合った女とホテルで直行して抜き抜きもしたんだって。ネズ、なんでゴムをつけなかったんだよ。ゴムとかつけんかったんか。ネズ、お前は俺ら同盟連合の仲間と思っていたのに。切腹だ。俺なんて兄貴ラムドールで童貞中退者じゃないですか。いつから童貞に復帰したんですか。うるせえ。俺はラムドールで抜き抜きポンしたとはいえ心は童貞よ。心は司令官よ。兄さん、3月13日のエピローグは待ってやるから、ヤクザ抜けた後はどうしていいか俺はユーザーに説明してくれよ。少なくともゴムなし野郎二人組が歩んだ道だけは進むんじゃねえぞ。まあどうせ子供できたのは勘違いでしたってオチのような気がするけど。ほらほら、ムード壊すんじゃない。というわけでご視聴ありがとうございました。